紀元2世紀末、400年にわたり天下を治めてきた漢王朝にもついに斜陽の時が訪れようとしていた。腐敗した政体に不満を抱く人々が大権領主と号する張角のもと大規模な反乱を起こしたのだ。これに対し漢王朝は各地に不令を出し討伐軍を編成、事態の収拾に乗り出す。これを知った関羽は義憤に駆られ、義勇兵として馳せ参じる。そこには関羽の人生を変える出会いが待っていた。拙者らは急ごしらえの部隊へ編入ということか。いえ、予想以上に多くの義士が集まったとのことです。そのため我々は最前線での遊撃の任務を与えられました。いえ、じゃねえだろ。最前線で遊撃なんざ勘定に入れてねえ捨て駒じゃねえか。よしとしよう。お主も拙者も今はただ武にて乱を鎮めるのみだが、願わくは志を重ねるに足る御仁と共に歩みたいものよ。軍団長殿、関羽殿と張飛殿をお連れしました。よく来てくれた。私は中山聖王劉将が末孫劉玄徳。悪逆を打ち官室の身を守るため共に力を尽くそう。神草を先導する邪教の領主張角を撃つ。全軍東西に分かれ進み敵を攻撃せよ。次はお前か。この左にしてやるぜ。敵将討ち取ったり。よくやってくれた。私もお前の働きに習うとしよう。見ろ、大剣領主張角様だ。
進め、共に新たな展開。これまさに達成し、達成し、達成し。制圧した。
んだぜ。よし、俺も負けてらんねえな。敵将討ち取ったり。終わりだね。新たな点が今だ。遥かなる邪教黄金刀はここに壊滅した。皆よく戦ってくれた。勝ち時をあげよう。暗雲長、意を貫き進むのみ。で俺たちの勝ちだぜ。ん？いかがされた、劉備殿。この勝利、上辺を繕ったに過ぎんのではないか。道を誤った困窮の民を切ったところで、天下の乱れは収まるまい。ならば聞かせていただこう。貴殿の大義は何を切る？民の平穏を損ね、道を踏み外させた。その根源たる歪みを。劉備殿、この関雲長、貴殿を支える刃として共に歩ませていただきたい。おお、そなたのような男と共に歩めるとは心強い。へえ、面白そうじゃないか。俺も混ぜてくれよ。我ら今ここに兄弟の契りを結び、その生死を共にせん。